はい、また社の時間です。日本はフリーメイソンに支配されていますっていうとこってこての都市伝説みたいな話になってしまいますが、今回は紙幣に採用される人物全員とフリーメイソンとの関わりについて解説していこうと思います。過去の人物全員ですからね。近年の紙幣を見ると絶妙に知名度が高くない人物が多くないですか？紙幣になる人物の選考基準って、日本国民が世界に誇れる人物、教科書に載っている人物、一般によく知られている人物らしいのですが、日本人もそんなに知らない人物が選ばれたような気がしますので、僕はその選考基準は建前上かなって思います。以前、北里柴三郎、津田梅子、渋沢栄一って、そんなに知らない人が紙幣になるのはおかしいですよねっていう話をしたら、何名かがバカか有名だわみたいなマウントコメントを書いていく人がいたので、こちらで何人知っているかのアンケートを取ったら、一人も知らないっていう人が一番多かったですからね。少数派の知識人は自分の知識でマウント取らないでくださいね。僕は結構多数派の意見を客観的に分かってるつもりではあるんで、都知事選も事前に予想して、一応1位から4位までは誰になるか当てました。まあ、このアンケートも予想も YouTube ではなく X の話です。もともと紙幣には神話から平安時代くらいの人物が描かれていたんですけど、戦後 GHQ の支配下になってからフリーメイソンと関わりの深い近代の人物に変わったんですね。僕もそんなに近代史に詳しくないのですが、戦後の陰謀で日本人に近代史を学ばせないようにしているから、多くの人が知らないということになっているのではないかと考えています。中学も高校も縄文時代から始まって、大正くらいで学年末が来て終わっちゃうんですよね。教科書には載っているのに時間切れみたいな。多分日本人に世界大戦の時とかの話とか学ばせると、アメリカに負の感情を持ったり、武士道精神みたいなのが植え付けられるので、あまり学ばせたくないんだと思います。ということで、そんな戦後紙幣に選ばれる人物とフリーメイソンとの関わりについて話していこうと思います。ちなみに新紙幣が発表されたのは2019年4月9日で、 4+9 は13ということで、フリーメイソンが好むと言われる数字になっていたり、発行開始が2024年7月3日で、この日付の数字をバラバラにして足すと18、つまり666になっていたりするんですよね。これもフリーメイソンがやっているのではないかという都市伝説です。とその前に、紙幣の歴史ってどうなってるのってところから見ていこうと思います。最初は1600年頃、伊勢の山田地方の商人が信用に基づいた山田はがきを発行したのが日本最初の紙幣だと言われております。この紙幣は日本最初の紙幣にもかかわらず、しっかりと制度が整備されていたので、信用力が高く、明治に入るまで250年以上も使われることとなりました。もっと本格的な紙幣としては、1661年に越前福井藩が発行した藩札というものが最初で、そこから各藩主が領土内だけで使える藩札を発行しました。つまり江戸幕府の貨幣制度で、全国で使える金、銀、銭に加えて、各藩で使えた藩札があったということになりまして、全国的に使える紙幣というのは存在しておりませんでした。明治時代に入ると様々な紙幣が作られましたが、貨幣制度があまり整っていなかったことから混乱を極めたため、1871年に新政府が貨幣制度を統一しました。まずは両という単位を円に変更、そして政府発行の明治通宝という紙幣を発行しました。これはドラゴンとか鳳凰みたいなのが描かれていて、かっこいいのと、今の横型ではなく縦型ですね。これには偽造紙幣が多く出回ったので、1881年にデザインを一新し、日本初の肖像画入りの紙幣となりました。日本初の肖像画入りの紙幣は誰だったでしょうか？答えは神宮皇后です。神宮皇后といえば14代中愛天皇の妻であり、15代応神天皇の母ですが、なんで神宮皇后が選ばれたんでしょうね。個人的には変わったところから持ってきたなっていう感じです。アマテラスとかイザナギとか神武天皇とかではなく、神宮皇后ですからね。一応説としては、日本初期で大きい武勲を立てたことから強い国になっていくという願いからだと言われております。それで結構ややこしいんですが、これは政府発行の不換紙幣といいまして、金や銀との交換が保証されていない紙幣のことになります。他には政府発行ではなく、数多くの国立銀行がそれぞれ発行した金との交換が保証されている打換紙幣というのを発行しております。ちなみに現代の紙幣は金との交換ができない不換紙幣です。また国立銀行は打換紙幣だけではなく不換紙幣も発行しているので、今みたいに1箇所から1000円札、5000円札、1万円札と出されているわけではなくて、いろんなところから不換紙幣、打換紙幣が出されていて、種類が多くてややこしい時代ですね。
この国立銀行から発行されている打艦紙幣は結構神話の出来事の絵柄が多く描かれておりました。このように紙幣が乱立したことで激しいインフレが発生、通貨制度と経済の安定を図るために1882年に日本銀行を設立し、紙幣は日本銀行からしか発行できなくしました。これを最初にやるべきですよね。そして1885年から日本銀行券を発行を開始します。今のお札も日本銀行券なので、これが今の紙幣の直径の歴史の始まりですね。最初は10円紙幣で大黒様が描かれておりました。ここからどんどんと行くと、戦前の日本銀行券は菅原道真、和家の清麿、竹の内の宿根、藤原の鎌足、聖徳太子、大和武尊と神話から平安時代の人物が採用されております。そしてここからが今回の本題である戦後。1946年の新円切り替え時には聖徳太子や二宮尊徳などが使われております。この時は紙幣のデザインも GHQ の許可が必要な時代だったので、よく陰謀論で言われるのは、この時の10円札のデザインが米国と読めると言われておりますよね。これ調べると当時でも GHQ の陰謀だってことで国会にも上がった陰謀論ですので、近年生まれた変な陰謀論ではないということです。結局陰謀論なのか、本当にアメリカの支配下だということをマーキングしたのかの答えは分かりませんが、結構変わった形のデザインすぎて怪しいですよね。そして日本が敗戦後、フリーメイソンの力がより入り込んだと思わされるような人物が肖像画として使われるようになりました。戦後に最初に使われた人物が1948年に肖像画になった板垣退助です。ここから近代的な人物が肖像画に使われるようになりました。板垣退助といえば土佐藩出身です。土佐藩はというと、薩摩、長州と並んで幕末に倒幕を進めた藩の一つですよね。その倒幕に力を貸したのが武器商人の側面を持っていたグラバーというのは有名ですよね。グラバーはフリーメイソンと関わりがあり、本人もフリーメイソンだったかもしれないとまで言われる人物です。つまりこれらの藩のバックにはフリーメイソンがいて、武器を出したりと倒幕を助けたということです。その後板垣退助は明治政府の政争に敗れて追いやられてしまいましたが、自身で設立した政党の党首として国民からの人気はありました。ある時初代総理大臣でもある伊藤博文は対抗勢力だったんですが、人気と発言力もあった板垣退助に対してポストとお金を用意して寝返らせ、ヨーロッパの政治を見てくるよう進言します。この時にフランスの首相にもなったクレマンソーというフリーメイソンの幹部とされる人物と板垣退助は会っております。このクレマンソーは総理大臣もやった西園寺金持の親友で、西園寺金持は伊藤博文と近しい仲だったので、こういうつながりで板垣退助は新たにフリーメイソンとのつながりができました。長くなってしまうので端折りますが、今回の動画で言いたいことは、とにかく板垣退助はグラバーやクレマンソーというフリーメイソンないしはフリーメイソンと関わりの深い人物とのつながりがあり、戦前戦後を通して国民の人気もあったため、お札に採用されたのではないでしょうか。このように戦後に作られた最初の肖像画からフリーメイソンが関係している人物が採用されているということですね。さらに続きます。次が1951年に発行された紙幣の肖像画に岩倉具視と高橋是清が採用されております。岩倉具視も新政府に入って岩倉使節団として欧米に行きました。その中には薩長の木戸孝允、伊藤博文、大久保利通などがいまして、このように倒幕側のフリーメイソンとつながりがある人物が近くにおりました。ちなみに岩倉使節団の中には海外留学をする人たちも一緒におりまして、その中に新紙幣となった津田梅子もおります。その岩倉具視にお金を出したのはグラバーと言われており、岩倉具視が力を持っていたと分かる出来事としては、日本初の国葬を行ったのが岩倉具視だったというところからも見ることができます。岩倉具視はさらっと言って高橋是清に言っちゃいます。総理大臣や大蔵大臣、日本銀行総裁などを務めた人物になります。生まれは江戸ですが、仙台藩主の養子となって1867年に判明によってアメリカに留学します。しかし騙されて奴隷契約をしてしまい、奴隷としていくつかの家を転々とします。なんとか領事立ち会いのもと話し合った結果、奴隷契約破棄が成立し、日本に帰国することができました。武士の家系なのに奴隷経験がある人生って波乱万丈で面白いですよね。そしてアメリカで得た知識と語学力により、森有則に勧められて文科省に入ります。その森有則とはもともと薩摩藩士でして、グラバーがヨーロッパへ密航させ世界を見せることで倒幕派になったとされる人物の一人で、後に言及しますが新紙幣の津田梅子や渋沢栄一とも交流がある人物です。その後高橋是清はいろいろありましたが、第3代日銀総裁の川田小一郎に声をかけられ日銀に入り、第7代日銀総裁になります。
日本銀行といえば 45% が民間からの出資でロスチャイルドが所有していると言われておりますし、日露戦争時には高橋惟喬はロスチャイルド家から戦費を調達しております。他にもいろいろとあると思いますが、高橋惟喬はフリーメイソン、ロスチャイルド家のつながりがあるというところで、紙幣の肖像画に使われたということは分かったと思います。次が1963年発行の千円札に伊藤博文が使われました。伊藤博文は今までの話から言わなくても分かるレベルだと思いますので、1984年の紙幣に行きます。福沢諭吉、ニトベイナゾ、夏目漱石の紙幣ですね。僕からするとこの紙幣が一番馴染み深いですね。皆さんはどの紙幣が馴染み深いですか？もしかしたらね、伊藤博文とか板垣退助とかいう方もいるかもしれませんね。僕もね、伊藤博文とか板垣退助の紙幣はもらって持っておりますが、いまだに聖徳太子の1万円を見たことないんで見てみたいですね。では福沢諭吉からいきましょうかね。幕末に今の大分県で生まれた福沢諭吉、勉強が好きでオランダ語、英語の勉強や科学実験とかまでやっていたそうです。そして後に蘭学塾として作ったのが今でいう慶応義塾ですね。肩書きを簡単に言うと教育家となります。そんな福沢諭吉とフリーメイソンの直接的なつながりは分かりませんでしたが、フリーメイソンと近しい人物とはつながりがあったり、欧米にはたびたび行っているので何かしらの接点があったとも考えられますし、接点がないのだとしたら福沢諭吉の思想がフリーメイソンと一致していることから称えられて紙幣に採用されたと思います。実際にグラバーの支援を受けた板垣退助や森有礼、伊藤博文などとはつながりがありました。また中央銀行の考え方を日本に伝えたのは福沢諭吉だと言います。ロスチャイルド家の祖のマイヤー・アムシェル・ロートシルトもこう言ってます。通貨発行権と管理権を私に与えよ、そうすれば誰がどんな法律を作ろうがどうでもいいと言っております。そして思想的にも日本を西洋化するという部分や白人至上主義、女性解放思想などの考えを持っていました。白人至上主義ということで、黄色人種は白人より劣っていると考えておりまして、日清戦争で台湾が日本に割譲された際は服従しない万人は殲滅せよということを言っております。このような思想がフリーメイソンの考えと一致したので紙幣に採用された可能性が高いということですね。そして新紙幣にもなった北里柴三郎のために伝染病研究所を設立したのが福沢諭吉です。福沢諭吉が作った慶応義塾大学の初代医学科長にも北里柴三郎はなりました。また新紙幣になった津田梅子の父と福沢諭吉は同じ使節団としてアメリカに行っております。このようにフリーメイソンと近しい人や新紙幣となった人物とつながりがあったり、思想的にフリーメイソンに好まれるような考えを持っていたということです。では五千円札になったニトベイナゾの話に行きます。僕が子供の頃、五千円札の肖像は誰だクイズをたまにすると答えられる人が少なくて、一番パッとしなかった人物の印象はあります。まあ夏目漱石とね、福沢諭吉はみんな言えたんですけどね。そんなニトベイナゾは国際連盟の事務次官を務め、教育者や農業の研究者という面もある人物。盛岡藩士の家に生まれ、西洋のものが家に多かったので西洋に憧れたこともあり、キリスト教徒になって太平洋の架け橋になりたいとアメリカに留学したりと、海外と日本を行き来しておりました。その時に留学した先がジョンズ・ホプキンス大学。ジョンズ・ホプキンス大学もコロナの感染者数を集計し、ビル・ゲイツが出資していることからよく怪しいと言われる大学です。また後ほども出てくる人物で、サイモン・フレクスナーというロックフェラー医学研究所の初代所長を務め、野口英世と研究をしていた人物が教授を務めたのもジョンズ・ホプキンス大学となっております。ニトベイナゾの話に戻りますが、日本に帰って札幌農学校の教授になり、多忙から病んでしまったことで、その療養中に英語で日本のことを書いた著書武士道はアメリカで出版され、様々な言語に翻訳されて世界に広がりました。この著書でニトベイナゾの知名度は上がり、支配者の目に留まり、ここからただの学校の先生だったニトベイナゾはステップアップしていきます。ある時、台湾総統府の民政長官となっていた同郷の後藤新平から招聘されて、台湾総統府の義士になりました。後藤新平は日本の黒幕とも言われる政治家で、フリーメイソンだと言われる人物です。ニトベイナゾもフリーメイソンと関わりがあったということですね。また総理大臣になった原敬も同郷でして、あの時代に総理大臣になれたのもフリーメイソンとの関係が深い人と仲間だったからだと考えられます。またニトベイナゾは東京女子大学の学長をやったり、新紙幣になった津田梅子の津田塾の顧問も務めたりしております。津田梅子とも関係があったということですね。そして国際連盟が設立された際の常任理事国は日本を含めた4カ国しかなかったのですが、その日本の事務次官を務めたということで、かなり上の地位についていたんですね。
ニトビー謎は日本人で初めて支配者層に認められた国際的な官僚だということですね。ちなみに著書の武士道は日本では批判の対象となることもあります。君が代や古事記を英訳したバジル・ホール・チェンバレンという人物や皇室学者の津田宗吉などから武士道が誤った日本を海外に広めていると内容を批判されたり、いくつかの発言から右翼思想家からは非国民だと攻撃されております。そして千円札夏目漱石、明治末期から大正初期に活躍した近代日本文学の文豪の一人です。英語教師とかをしていて、文科省より英語教育法の研究のために英国留学を命じられたりはしておりますが、正直僕が調べた限りではフリーメイソンやフリーメイソンと関係のある人とのつながりはよく分かりませんでした。もしかしたら夏目漱石の思想だったりフリーメイソンにとって何らかしらの都合のいい人物だったのかもしれません。考察すると夏目漱石は小説家であり、初めての文化人として肖像画になっているというところでしょうか。映画やゲームなどの娯楽は国民に勉強させず、政治に目を向けないようにするために広められたと言われておりますが、それが出てくる前にはフィクションの読み物である小説がその役割をしていて、その小説家である夏目漱石が採用されたのではないかというのが僕の考察になります。とにかく紙幣の肖像画の人物の中で唯一くらいフリーメイソンとの関係の情報がないので、詳しい視聴者の方はぜひ教えてください。同じように2004年の肖像画になった樋口一葉はフリーメイソンとの関わりはなく利用された側になります。では2004年に紙幣の肖像となった樋口一葉と野口英世です。野口英世ですが、ここでやっと明治生まれの人物になります。福島県出身で上京して日本医科大学の前身の学校に入り医師になります。その後血清療法の開発などで世界的に名が知られていた北里柴三郎が所長を務める伝染研究所に勤め始めます。この伝染研究所を作ったのは福沢諭吉になります。新紙幣になった北里柴三郎や福沢諭吉と関係があるということですね。そこにアメリカから赤痢の研究を視察するために来日していたサイモン・フレクスナーという人物を野口英世が案内しますが、野口英世はこの人物にアメリカ留学ができるかを尋ねます。フレクスナーは先ほども紹介しましたが、ニトビー謎が留学したジョンズ・ホプキンス大学の教授でしたね。またおさらいですが、このフレクスナーという人物は後にロックフェラー医学研究所が設立された時の初代所長であり、ロックフェラー医学研究所が設立されてから野口英世は渡米してそこの研究員になります。ロックフェラー医学研究所は石油王のジョン・D・ロックフェラーが設立して、今はロックフェラー大学という名前になっておりますが、今現在もロックフェラー家と密接に関わっていて、2017年に亡くなったデイビッド・ロックフェラーも名誉総長という肩書きでした。ここで野口英世とロックフェラーとのつながりがもう見えてきましたよね。現在ではロックフェラー大学に野口英世の胸像もあります。また1901年ロックフェラー研究所に行く前にアメリカに滞在していた伊藤博文と会っているというのも何か理由があるかもしれません。野口英世は人体実験スキャンダルもありまして、梅毒の抽出物を注射して実験していました。ちょっと紙幣になるような方は悪い噂もありますよね。ニトビー謎の武士道もそうでしたけど。それでは5000円札樋口一葉の話になります。樋口一葉は1872年の東京生まれの小説家です。24歳と若くして亡くなっておりまして、フリーメイソンとの関係も見ることはできませんが、樋口一葉の紙幣が発表された2000年前後はというと、もっと女性の社会進出を進めたかったということから、123年ぶりに紙幣に女性を使ったということが考えられます。男女平等、女性の社会進出を表に出すために採用されたという考察ですが、現に新紙幣も津田梅子と女性が一人は採用されております。そして新紙幣に行きます。渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎。千円札の北里柴三郎から見ていくと、彼は日本近代医学の父や細菌学の父と呼ばれ、彼の功績はペスト菌の発見や破傷風の治療法を見つけたことです。彼の経歴を見ていくと、幕末の今でいう熊本県に生まれて医学を学びます。1885年にドイツのベルリン大学に留学して、細菌学者のコッホという人物の下で研究したのですが、その研究室ではフリーメイソンだと言われている後藤新平という人物が一緒に働いております。ニトビー謎と同郷だといった日本の黒幕とも言われることがある政治家ですね。そして北里柴三郎が帰国した後、先ほども言いましたが、福沢諭吉が北里柴三郎のために伝染病研究所を設立して初代所長となりまして、ここで野口英世が働きました。その後福沢諭吉が設立した慶応義塾大学の初代医学科長に北里柴三郎はなりました、ということも言いましたね。北里柴三郎自体はフリーメイソンではないと言われておりますが、フリーメイソンやフリーメイソンに近しい人物である後藤新平、福沢諭吉、野口英世という人物と密接に関わっています。では5000円札の津田梅子、
津田梅子は何をした人かというと、津田塾大学の創設者です。これも先ほど言いましたが、津田梅子は本人の前に父親が福沢諭吉と同じ使節団としてアメリカに行っているので、間接的に福沢諭吉と関係がありました。津田梅子自身はその父親のコネがあったのか、1971年にたった6歳で岩倉使節団の留学生としてアメリカに行ったということを岩倉智美の時にも言いましたね。また高橋惟清のところでも話しましたが、グラバーにヨーロッパに密航させてもらい世界を見てきた森有則がアメリカ留学した津田梅子の後見人で、実質駐アメリカ大使でした。また津田梅子は帰国後、伊藤博文の奥さんの家庭教師となるなど伊藤博文とのつながりがあったんですね。その後2回のアメリカ留学に行って、モリスという人物の家でお世話になるのですが、そこを訪問した人物がフリーメイソンと言われる後藤新平や野口英世、ニトビー謎も訪問しております。このニトビー謎と野口英世は津田梅子と同じ時期に留学生としてモリス邸にお世話になっていまして、全員お札の人物ってすごくないですか。こういったフリーメイソンの息がかかった人物が津田梅子の周りにもいたんですね。それでは最後に1万円札の渋沢栄一。日本資本主義の父と言われる渋沢栄一ですが、幕末は幕府に仕える人物でした。ある時その幕府の使節団に加わり、フランスのパリ万博や各国を回ることになります。その時の通訳が歴史でよく出てくるシーボルトの長男になります。シーボルトはフリーメイソンのメンバーでして、その長男もオーストリアと日本の不平等条約に暗躍などしている人物で、フリーメイソンだったと言われております。そして渋沢栄一はイギリスにも行きまして、こちらも都市伝説界隈では有名なロッシャイルドの支配下にあったイングランド銀行や金の精錬所なども見学しております。またフランスのロッシャイルド家の当主の傘下であるフリュリ・エラールという銀行家から、渋沢栄一は銀行業と金融業を学びます。帰国後、渋沢栄一は日本初の銀行である第一国立銀行を設立します。この銀行は通貨を発行する権利である通貨発行権を持っていました。その後1882年に中央銀行である日本銀行が設立され、通貨発行権は日本銀行に移ります。渋沢栄一は他にも500もの会社を設立していたり、東京証券取引所を設立したり、また森有則と一橋大学の前身となる施設の設立や、伊藤博文と女性教育を進める施設を設立したりと、こういった何度も出てきた人物と深く関わっております。そして1909年に渋沢栄一は渡米実業団というのを組織して渡米したとされておりまして、こちらもジョン・D・ロックフェラーと会って話をしたとのことなんですね。ジョン・D・ロックフェラーはそういった懇談会などに決して顔を出さない人物だったんですけど、70歳ながら渋沢栄一と深夜まで話し込んだと言います。つまりロックフェラーがロッシャイルドのアメリカ代表で、渋沢栄一は日本の代表だったのではないかと言われております。しかもその4年後にアメリカの中央銀行である FRB が設立されているので、日本銀行設立がアメリカの中央銀行設立の前の実験となっていたのではないかという話なんですね。このようにほとんどの肖像画の人物がフリーメイソンとの関わりがあったり、肖像画に選ばれた人同士もつながりが多いことが分かったと思います。ちなみに大きい枠で言うとフリーメイソンですが、厳密に言うとロッシャイルド・ロックフェラーとの関係でしょうね。あくまでも都市伝説ということになりますが、皆さんはロッシャイルド・ロックフェラーと関わりがある人たちが紙幣になると考えますか？それともたまたまですか？夏目漱石に関しては今回調査しきれなかったので、何かわかる人がいましたらコメントお願いします。初めて聞いた話があったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録して魔族になっていってください。そして都市伝説が語れて僕らに会える都市伝説バーカムナは移転しまして、東京の新中野というところでやっております。営業日、営業時間はイベント等で毎回変わるので、情報を概要欄リンクの公式 X で必ず確認してからご来店ください。それではご視聴ありがとうございました。